はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター3、続きをやっていきたいと思います。目的地はリオファネス城ですね。まあ、ここまで来いと、言われているので、リオファネス城を目指すんですけれども、前回ですね、ルッソが仲間になりました。で、ルッソね、一応バイト役として連れて行こうかなということで、思ったんですけれども、やっぱちょっといらないんで除名します。普通に考えていらないでしょこいつ。本気で言ってるのは仕方ないな。じゃあ元気で、じゃあな、お前も元気でな。よし、ではこのままグローグの丘進んでいきます。ここら辺はモンスター戦になるのかな。だいたいさ、リオファネス城まで来いって言っときながらさ、なんか待ち伏せとかするのもなんか変だよね。モンスターを蹴散らしつつ進んでいくのかな。どっかに街が1個挟まってた気がする、リオファネス城までの道のりの中。いやいやいや、結局待ち伏せかよ。あ、でも南天騎士団の脱走兵か。ここまで逃げてきたのに追撃部隊と遭遇するなんて、部隊でもなんでもないけどね。南天騎士団の石膏か。もう戦争はたくさんだ、俺たちは故郷へ帰りたいんだ。どんなに貧乏でも泥にまみれて暮らしていた方がいいに決まっている。もう人殺しはたくさんだ、故郷へ戻って家族と一緒に暮らしたい。待ってくれ、僕らは君たちを追いかけているわけじゃない。だから僕らって誰。君たちと戦う意思はない、勘違いしないでくれ。嘘をつくな、信じられるものか。そうやって俺たちを安心させておき、その隙に殺すつもりだろう。その手に乗るものか。おい、あいつ手配書で見たやつだ。何？だから何だと言うんだ。間違いない、あいつは異端者だぞ。あいつを捕まえて戻れば脱走を許してくれるんじゃないのか。お前騎士団に戻るつもりなのか。異端者の首は敵将の首に匹敵する手柄なんだぜ。あいつの首を手土産に持ち帰れば恩賞として除隊させてくれるんじゃないのかな。確かに敵将の首と引き換えに除隊を許されたやつがいたな。そんな強いやつが許されるんだ、除隊を。どうせなら大手を振るって故郷に帰るんだ。このまま故郷に帰っても脱走兵として命を狙われながら暮らさなきゃいけないからな。お前の言うことはもっともだ。よし、あいつを捕らえよう。いや、殺したって構わない、どうせ異端者なんだ。遅かれ早かれ処刑されるんだ。あいつを殺すだけで俺たちは故郷へ戻れるんだ。これが最後の戦いだ。勝手な奴らだ。ま、そんな奴らは返り討ちにしてくれる。俺を素手だと思って甘く見たな。ゴッドハンド食らえ。パンチ一発で死んでいくのか。シーフだから、だから厄介なんだよね。よし、パクっては来ない。あとアイテム師が生き返らせてくるかといったら生き返らせてこない。あ、こいつらはもう雑魚でしょう。見習い戦士とか。見習い戦士でもね、何かのジョブをつけてる、アビリティかつけてる可能性があるから。あ、やっぱりこいつフェニックスのを使ってきた。あいつを先に倒そう。じゃあ行けるか、ただ向こうまで。こういうさ、ダメージが低いやつでオートポーション使うのほんと無駄だよな。いや、向こうまで行けなそう。いや、全然無理だ。じゃあこのシーフを先に倒して、おお、いいね。忍者とかマジでいいわ。お前は邪魔だ。経験値はもはや1しか入らないからな。ポーションとか無駄なあがきを、たかだか30くらいでどうにかなるとでも思っているのか。俺の力は見たはずだ。
なぜ俺が異端者の首になったのか。それはこの鬼人のごとき強さを誇っているからだ。貴様らごとき脱走兵に捕まるラムザではない。あいつも完全にいやポーションで1億回復させている。今なら見逃してやってもいいけどな。もう2人殺してるけど、この強さを見てまだ立ち向かってくるとは愚かな奴らだ。ちょっと近場のやつから狙っていく。両手にする必要すらないな。ちょっと強敵がいた時はね、さすがに両手にしないと一旦じゃ倒せないけど。あ、そっか、でもそもそも忍者ってデフォルトで二刀流ついてるしね。忍者はもうマスターしたはずだから、マスターっていうかレベル8になったはずだから、他のものをね鍛えたいっちゃ鍛えたいんだよね。あ、やっぱり相性が悪いと2回必要だね。ただの雑魚でも正面から行くか。もう少しあとは命中率を上げたいんだよね。80か、やるな。宝箱、もうクリスタルを継承する必要もないんでぶっ倒しましょう。自分の命が大切なのはわかる、わかるけど、そういうものなのか。15,000円。お、ミスリルの銃使わないけどね。父さん、父さんならどうしたんだろう。君はオーランじゃん、また会ったな。黒獅子の紋章、君は南天騎士団の人間だったのか。君が脱走兵を片付けてくれたのか。ベオルブ家の人間が我々に手を貸してくれるとは思わなかったよ。好きで彼らと戦ったわけじゃない。分かっているさ、君が望んで戦うはずがない。そうだろう。僕らも同じさ、好きで脱走兵を追っているわけじゃないんだ。わかるだろう。君は僕のことを知っていたんだな。ああ、手配書の中に君の名前と似顔絵があった。そうか、今似顔絵なのか。しかも第一級の異端者だ。一体何をしでかしたんだい。僕を取られるのか。どうしてそんな真似をしなければいけないんだ。僕らの任務は脱走兵を捕らえることで、肉親に追われている君を捕らえることはできない。これ捕らえることではないか。後ろの連中が君の首を欲しいと言い出す前にさっさと行くんだな。なぜ君たちは戦いを続けるんだ。君の兄さんたちが剣を僕らに突きつけている限り戦いは続く。ラーグ公が剣を引けばゴルターナ公も引くのか。いや、それはないだろう。南天騎士団の将軍オルランド伯に会う機会があるなら伝えてくれ。ラーグ公とゴルターナ公を煽り利を得ようとする奴らがいる。僕らは奴らの手の中で踊っているに過ぎないってね。倒すべき相手はそいつだ。なぜオルランド伯なんだ。父上が言っていた、友と呼べる人は彼だけだったと。オルランド伯は僕の義父だ。伝えておこう。信じてくれるのか。奴らがなぜ成績を集めようとしているのかは知らない。それが民のために役立つことなら僕らは口出しするつもりはない。ただし己の利のためだけに伝説を利用しようとしているのなら義父は黙っていないだろう。雷神主の名にかけて懲罰することを約束するだろう。君たちは教皇の陰謀に気づいているのか。証拠をつかんでいるわけじゃない。僕らも内定を進めているが、むしろ君の方が詳しいんじゃないのかい。陰謀の証拠をつかめば戦いをやめてくれるのか。証拠でもあるのか。ここにゲルモニック、いや何でもない。
戦いが終わるかどうかなんて誰にもわからない。だがギフは必ず剣を引くに違いない。オーラン様参りましょう。わかった、今行く。お別れだラムザ、死ぬなよ。ラムザ、君は一人じゃない、君には仲間がいる。誰もいないよ仲間なんて命を落として戦ってくれる仲間がいる。僕もその仲間の一人だ。ありがとうオーラン。で次がヤード、町挟んで敵マップっていう感じだね。じゃあちょっとヤードの前にセーブをしていきます。では城塞都市ヤード進んでいきましょう。ヒットポイントは256か、300は欲しいよな。城塞都市ヤード、あれこいつらさっき出てきたやつらだ。自分が何を言ってるのか分かっているのかラファ。兄さんこそ分かっていない、私たちは道具じゃない、人殺しの道具じゃないのよ。あそこにいたら死ぬまで私たちは道具として扱われることになるのよね。行こうマラーク兄さん、一緒に逃げよう。戦争で親を失った俺たち兄弟が生きてこれたのは誰のおかげだ。あの時拾われていなかった俺たちはきっと野垂れ死んでいただろう。太后殿下は俺たちを可愛がってくれた、その恩を後で返すつもりか。兄さんは騙されているのよ。私は聞いてしまった、戦火に乗じて村を焼き払ったのはバリンテン太后なのよ。なぜだと思う？あいつは私たち一族だけが知っている一子相伝の秘術を手に入れるため、私が受け継いだ天道術と兄さんの天命術、この2つの術を手に入れるため村を焼いたのよ。私たちの父さんや母さんを殺した張本人はあいつなのよ。目を覚まして兄さん、バカなことを言うな。兄さんだって知ってるでしょ、私があいつに何をされたか。知っているくせに。それ以上言うな、それ以上言うと俺はお前を。こんなところにいたのかマラーク、そろそろ奴がやってくるぞ。分かっている、準備は万全だ兄さん。来たぞ、異端者ラムザだ、助けて。助けてっていうだけで助けるのか、まあ、助けてあげるけどね。うわまた救出系だ、救出系は結構移動力がものを言うからな。お前はあの時のリオハネス城で待っているんじゃなかったのか。あれは太后殿下の言葉を伝えたまでのこと。お前ごとき剣士など神殿騎士団の力を借りなくとも倒せることを証明してやる。え、いけねえ。じゃあちょっとここでスピードを上げときますか。てか忍者がいるな、2回ダメージを食らって大丈夫か。マラークを倒せば終わりってわけではなさそうだからね。デイビス早いなやっぱり。おお加藤の弾、ただ大したダメージにはならない。28、いやこいつ来るな。120とか、あいてかさ死ぬじゃんこれさ普通に。お前何する、とりあえず逃げろ、逃げて回復しろ。マラーク一体これはどういうことだ、ラファは俺たちを裏切ったのか。ラファのことは気にするな、妹の始末はこの俺がつける。お前はラムザを殺すことだけ考えていればいい。しかし太后殿下にはどう説明するつもりだ。余計なことを考えなと言っているだろう。ラファのことを太后殿下に一言でも喋ってみろ、二度とその口で息を吸えないようにしてやる。
結構偉いのかあいつ。妹だと、妹を殺すというのか。ただこれここ門のところでなんとかなるんじゃないか。ここを封鎖すれば正面だけど一発当てば倒せる。よし、なんかさ俺食らいそうじゃんこれなんちゃらかんちゃらみたいな水庫なんとかみたいなやつ。裏水これランダムで当たるんだっけ。21。横からは来ないか。今ここ詰まってるからね。自分も攻撃はできないな。こいつはいいね、いいね、逃げろ逃げろ。マラーク横から行くか。攻撃すんのか。一応狙えるな。倒そう。照らしはさせん。462とかこれが怒りの鉄拳だ。ち撤退しなければならないなんて。みんな撤退しろみんな撤退しない。置いていくのか。無能な指揮官め、自分だけ逃げるとは。忍者がほんと厄介だかんな。90が2回か。なんか1個だけ違ったドンキみたいなの持ち始めた。いやでも92回じゃない分だけマシだな。でこいつは弾を投げるか。召喚師はほっとくか。とりあえずマジックパワーなくなればもうそれでただの雑魚だからね。やっぱり忍者だな。先に倒すべきは。早いし強いし。後ろここ行けねえや。じゃあ横から行くか。 100%OK。 ただし忍者はやっぱりね盾とか装備してないから回避率はほぼない。よし来なくていい、来なくていいよ。 OKOKOK。 タイタン、魔法がどれだけ食らうかだよな。99か。まあまあまあだね。で召喚士もスピード自体は遅いはずだからやっぱり次はもう一匹の忍者だね。どんだけ大地を怒らせてんだよ。72。で忍者の前にラムザが動ければ最高なんだけど。来たね。 OK。 ここかな。横から行こう。横なら 100%。 やっぱり忍者全然分厚くはないね。もう完全ラムザ狙いでしょ。一体ずつ始末していこう。普通動いてねえから。いやなんで来んだよ来なくていいよ。よし、じゃあ左から倒す。462とかクリスタル。大地の怒り、あれ大地の怒りってどこにセットされてた。自分周辺だった。まあ、自分周辺か。で、オートポーション発動してね。じゃあクリスタルでもパクるか。
アビリティ継承。ナイフ、これ何これ、投げるやつか。チャージ3。落とし穴って何、風水の技。経験値を盗むとかもいらないしな、正直。忍者刀でもとりあえず継承しとこう。なんか回復してくれる？回復してくれねえし。よし、召喚は打ってこない。これで終わりだな。77か、1回でも当たれば OK。 やっぱり出だしが一番きついよね。ありがとう。私は奴らが戻ってきたら厄介だ。とにかく今は身を隠そう。こいつここでもう仲間になるんだっけ。ヤギウの漆黒、これ手裏剣だな。バリテン対抗の狙いはただ一つ、イバリース王の座よ。不器用と異名を取るほど強力な兵器を開発したり、数多くの魔導士を育成したりするのもそのため。王家と血縁関係にある太后殿下をそそのかす奴らがいる。ラーグ公とゴルターナ公を亡き者とし、摂政の座を太后殿下にそのお膳立てをするという奴がね。なぜあなたは異端者の汚名まで受けて戦うの。もちろん理由を知っている。でも奴らを倒したとしても誰にも感謝されないわ。僕は誰かに感謝されるために戦っているわけじゃない。ベオルブの名を継ぐ者である以上、自分の名誉と誇りのために戦っている。それは嘘ね。あなたはそんな人じゃない。あなたは目の前で繰り広げられている不正や悪事を見捨てておけないだけ。そこに代償なんて求めない。それは買いかぶりすぎだよ。僕はそんなに立派な人間じゃない。それより君はどうする。僕は妹のアルマを助けるためにリオファネスへ行かなければならない。でも君はやっとの思いで逃げ出してきたんだろう。兄さんを連れ出さなきゃ。どうして彼と君が争っているんだ。私たちは50年戦争で親や住むところを失った戦争孤児なの。今でも忘れない、死臭の漂う瓦礫の山の中を食べ物を求めてさまよい歩いたあの日々を。そんな私たち兄弟を拾って育ててくれたのがバリテン太后。神様って本当にいるんだと思った。太后殿下は戦争孤児のために孤児院など数多く建設されている。その裏側で才を持った子供をプロの暗殺者に仕立て上げるために英才教育を施す。それが君たちというわけか。私たちガルテナーハ一族、ガルテナーハ一族には一子相伝の秘術がある。私が受け継いだ天道術、兄さんの天命術、この2つの術はどの魔法体系とも異なる技。あいつはそれが欲しかった。だけど一族の長老は協力を拒んだ。だからあいつは村を焼いた。自分のものにならないのならいっそのことこの世から消してしまおう。そう考えた。戦争孤児たちの中に私たち兄弟を見つけた時、あいつは心の底から喜んだことでしょうね。その事実に気づいた君は逃げようとしたってわけか。そんなことを知らない私と兄さんは本当の父親のように慕った。それなのにこんなところに潜んでいたのか。マラーク兄さん、カエルだ。聞け異端者ラムザよ、リオファネス城へ急げ。さもなくばお前は物言わぬ屍となった妹と対面することになるぞ。アルマに指一本でも触れてみろ。ただで置かないぞ。ラファよ、お前も一緒に来るのだ。もし従わぬ場合はお前のせいでラムザの妹が死ぬことになる。卑怯よ兄さん、彼らとは関係ないじゃない。これは警告ではなく命令だ。わかったな。爆発した、カエルが爆発した。行きましょうラムザ。呼び捨てにすんな。すまないラファ、僕らのために。あなたが謝ることじゃないわ、気にしないで。ちょっとヤードショップを見ましょう。試着室、金の髪飾り。マジクバがめちゃくちゃ増えんだけど。
さすが金の髪飾りだな。高っ、1万2000もした。でも金の髪飾りって沈黙無効か。黒ずきん別に何もなかったよね。そう、何もなかったからまあいいか。ねじり鉢巻き、攻撃力プラス2っていうのはやっぱ魅力だよな。まあただこれも攻撃力プラス2だしね。力出す気。エルメスの靴がある。スピードプラス1。高価なブランド物なんだ。エルメスの靴って。エルメスって本当のエルメスかな。まあいいや、買っとこう。7000円安い。ブランド物にしては安い。風魔手裏剣も売ってんだよね。1個も持ってないけど、手裏剣ちょっと買いすぎたな。エクスポーション補充していこう。よし、70個あれば十分でしょう。オッケー。で、ラファ。ラファって、除名できんの？ダメよ。それは無理か。ラファどうなってんだ、ジョブ的に。大した。クロマ同士にしたいんだよね。だからクロマ同士にしてレベル22とかめちゃくちゃ弱えな。戦士系に進んでるな。天道士4、この辺がよくわかんない。反撃タックル、 JP アップ。そうだね、ムーブプラス1、 JP アップ。ここら辺はちょっと覚えさせたいっちゃ覚えさせたいけど、要はバイト君をクロマ同士にして、クロマ同士から邪形をね、ラーニングさせたいんですよね。 JP 節約のために。まあラファがちょっと魔術系だからまあ外せないし、一応そんな計画でいきますか。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。